どうもラモーンと申します。本日もよろしくお願いいたします。今回もリクエストいただいた選手を作成していこうと思います。今回作成するのは OB 選手ではなく漫画の選手、ドカベンの山田太郎を作っていきたいと思います。作成する能力はこちら。能力の指定は特になかったんですが、ある程度強い選手の方がいいということだったんで、まあ少し強めに作ろうかなと思います。で、まあ現状はこういった能力になってますけども、まあ、ひょっとしたら最後の方で変わる部分は出てくるかもしれません。で、まあやっぱり一人一回ね、いわき、ドカベンのいわきを作ったんですが、まあその時もまあ振り切った選手というか、まあ、そういった選手の方がなんか漫画の選手っぽくていいかなと思って、まあ、ひょっとしたらこの山田太郎も振り切った選手にするかもしれません。ただキャッチャーなんでね、キャッチャー結構作るの難しい部分もあるんで、特にやっぱり山田太郎は守備も強めになると思うので、まあ、ベースは一応この能力を目指していこうかなと思います。ということで早速いきましょう。よろしくお願いいたします。じゃあ山田太郎を作っていきたいと思います。これは後で変更します。で、セーブと顔はこれでいきたいと思います。とりあえずフォームは一旦これにしておきます。じゃあ作っていきます。前回ドカベンのいわきを作った時に、まあ、軽く説明というか話はしたんですが、まあ、僕はドカベンの、まあ、高校野球編も読んだことありますし、プロ野球編も途中まで読んでて、でどうなったかが全く知らないんですよね。でこの前コメントをいただきまして、でドカベンは72年開始だそうです。だから今から48年前、そう考えるとかなり古い漫画ですよね。だ世代で言ったら還暦世代、うん、確かに還暦世代、それぐらいの人がね見てても全然おかしくないぐらいの前からある漫画で、プロ野球編なんですが、一応95年に始まって、で一昨年2018年に完結してるみたいです。それを教えていただきました。ありがとうございます。95年から18年、ってことは23年、長っ。あ、でもなんかリアルやな。高卒で入って23年やから40ちょい、42ぐらいで、まあ、引退して終わったのかな。その辺のちょっと最後は知らないんですが、だから本当にまあプロ野球生活をして引退していったドカベンっていう感じなんでしょうかね。漫画もやっぱりちょっと読みたくなってきましたね。何巻ぐらいまで出てるんやろ。23年前って言ったらかなり出てそうですね。まあ、いつか最後まで読み終えたいなと思います。
さあ、ドラフトです。西武に入れるかわかりませんが、お、ラッキー。では、能力を合わせていきます。はい、ということで、山田太郎、完成しました。まあ、能力はちょっと最初に言っていたのと、まあ、ちょっと変わってるかもしれませんが、だいたいベースは同じような感じになってます。ミート左右 A の81、パワー S の90、走力は初期値、で補給は A の89、でスローイングを肩はマックスにして、疲労回復 A、守備適性はキャッチャー S90 で、で捕手リードはまあ S にもできたんですが、まあ A にしとこうかなと思って A に止めてます。で特殊能力もまあ言っていた通りですかね。で広角打法はちょっと悩んだんですが、まあつけとこうかなと思ってつけました。うん。まあ、選球がもう一個ぐらい上げたかったんですけど、ちょっと足りませんでしたので、まあ、もしあれやったら覚醒して上げてみてください。で、フォームももうそのまんまにしますんで、まあ、もしあれやったらそれも変更していただけたらと思います。はい。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。リクエストありがとうございました。またご視聴いただいた方もありがとうございます。もしよかったら高評価、チャンネル登録いただけると幸いです。で、次回もまたリクエスト選手を、で次回はドカベンの里中を作ろうと思ってますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。さよなら。